本を読むメリットとは、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。私は子供の頃全く本を読みませんでした。ところが一変して本を読むようになったのは18歳の時です。きっかけは竹村健一さんの大逆転の法則、ピンチに強い竹村式発想術という著書を読んでからです。そこで今日は本を読むメリットを分かりやすく解説します。18歳で本の面白さを知った私は24歳の時、1年間で300冊ほどの本を読むというね、まあちょっと考えられないことをやりました。じゃあどんな本を読んだかというと、哲学、科学、マーケティング、セールス、商品開発、文化人類学などの本を読み漁りました。これが私の人生の礎ね、まあ基礎になっていると言っても過言ではありません。そして本を読むのが好きな人と嫌いな人がいることもそのところに分かった事実です。その後、付き合いのある人に本を読むのか読まないのかを尋ねるようになりました。その結果分かったことは、本を読まない、嫌いだっていう人はもう非常にね、顕著なんですね。1ページ読むだけで眠くなるとかね。そもそも文字を読むのが苦手なんだという人がいることが分かったんです。まあきっと本だけではなく新聞とか雑誌もね読まないんだと思います。本を読むにはお金もかかりますし、これ時間もね必要なんです。またビジネス本に書いてあることは過去の話。最新刊と名前がついてても執筆時と発売時のこのタイムラグっていうのはやっぱり3ヶ月から半年ぐらいあるので、残念ながらねタイムリーではないんですね。そういった意味では本を読まないっていう選択肢もね、私はありだと思います。今はネットもありますし、困りごととかね、調べたいことがあれば、検索すればほとんどのことはわかります。まあこんなね、感じで本を読まずにネットで調べてる人も多いんではないでしょうか。ただしね、本を読むのとはちょっと違って、非常にこう事務的なね、検索というね、作業になりますよね。さて、本を読まない人にその理由を聞くと、いろんな理由があります。時間がない、面倒だ、面白くないなどね。まあこんな感じです。ですが、読みたいとは思う。読まなきゃいけないとは思うっていうね。これ前置きが実はあるんですよ。特に経営者はね。ですから、読みたいとは思うんだけど時間がないとか、読まなきゃいけないとは思うんだけどね、なかなか面倒でっていう感じになります。中にはプライベートな時間を読書に使いたくないっていうね、そういった人もいます。で、会社に出勤して仕事をしている限り、まあ、本をね、読んでるわけにいかないので、やはり読書はプライベートで読むしかないでしょう。で、電車通勤なら行き帰りの電車で読むことが可能ですが、地方ではね、圧倒的に自動車通勤が多いので、本を読むのは、まあ、現実的には無理でしょう。いずれにせよ、会社から社員に読書を強制することはできません。ただしね、会社によっては課題図書を選出して社員に読んでもらって、それぞれが感想とか意見を発表し合っている企業もあります。まあ、これね、社員研修の一環というね位置づけになります。社員の中にはいやいや読んでる人もねいるとは思いますが、小学校の読書感想文のようなものだと思えばいいと思います。このように読書についてリサーチすると世間では本を読んだ方がいいっていうのが、まあある程度ね、常識のようです。さて、では、本を読んでる人と読んでない人では何が違うんだろうっていうね、話ですよね。本を読んでる人はいろんな知識今持ってますよね。で、へえと思うような情報とか知識をもたらしてくれることもあります。会話をしてればね。そして、読書の醍醐味。これね、前から私言ってんですけども、読書の一番の醍醐味は追体験です。追体験とは、著者の体験を本を通じてこう遡ることによって、自分の体験として捉えることを言います。まあ、人生はね、ありとあらゆる経験をすることは、こればっかりは不可能です。ですから、本を読むことで、実際の人生ではこう味わわないこと、体験しないことを疑似体験するというわけなんです。これね、非常に重要なですね、読書のですね、まあ、役割っていうかな、うん、醍醐味ですよ、本当にね。さて、次は、ビジネスにおいてね、本をじゃあ読むべきなのか、読まないべきなのか。私の結論から言うと別にどっちでもいいと思ってます。というのも、ビジネスの目的や会社が社員に求めるっていうのは成果ですよね。
で、本を読むっていうのは、別に目的でも成果でもないんですね。成果を得るためのプロセスかもしれないっていうぐらいのもんなんですね。うん。ただ、もちろんね、成果を出すためには本を読まなくてはもうどうしようもないっていうね、そういったジャンルだとか仕事もあるでしょう。その時はもう絶対にですね、本を読むべきです。読まないのはもう、これはね、怠慢の一言です。で、参考までにですね、本の購入金額と年収は比例するとデータ数多くあるんですね。まあ、簡単に言ってしまうと、本をいっぱい買ってる人は年収も、高額を取ってますよってことなんですね。これね、本当にね、いっぱいことデータがあるんで、ネットで検索してみてください。こう見事にですね、比例しています。ということでね、あなたはね、本を読みますか？それとも読まないんでしょうかってことです。まあ私は経営者であればですね、年間やっぱり50冊ぐらいのね、本を読んでもいいんじゃないかなと思っております。はい。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL を記載しております。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。